この倉敷駅のこの西ビルかな。あ、やってますね。ちょっと一杯軽く、なんかおすすめありますかね。おすすめ。まあ、軽くね、一杯飲んでいきましょう。今日はですね、JR倉敷駅前に来ております。よし、まあ、結構ね、まあ、この辺はブラブラしたりする時もあるんですけども、あの夜、まあ、こうやってね歩くことはめったにないということで、まあ、YouTube でね撮影したりとか、まあ、そういう感じなんですけども、今日はちょっとお店に行ってみようかなと。まあ、以前もね行った場所に行ってみようかなと思います。もう1年以上前ぐらいかな。この倉敷駅のこの西ビルかな、西ビルの中にあのスナック街っていうのがあるので、ちょっと行ってみます。本当にあの一杯飲んで帰るみたいな感じで今日は撮影していこうかなと思います。まあ、本当にあのだいたい 1,2 杯飲んでね、まあ、帰るっていうビジネスマンの、ね、方も多いかと思うんですけども、まあ、ちょっと今日はそんな感じでお送りしようかなと。やってますね。迷い猫のブルース、以前もね行ったんですけど、今日もちょっと改めて行こうかなと思います。早速やっていきます。ちょっと一杯軽く、なんかおすすめありますかね。おすすめ、赤白、あの乳製のがいいですか。あ、赤がいいですね。赤だから入ってるの飲みやすいのはカベルネですかね。じゃあそれお願いします。はい、それか白だったら両方飲みやすいです。あー、じゃあ白にしましょうかね。白で、どちらがいいですかね。定番なのはシャルドネですね。じゃあそれでお願いします。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます
というわけで、ちょっとね、また違うところ行ってみようかな。電車乗り継いで、以前も行った場所にちょっと行ってみようかなと思います。で、続いてはやってるかな、あ、やってますね。まあ、以前もね、何度か撮影した場所なんで、ごく一部の方は分かると思うんですけども、この中洲駅から徒歩1分以内の場所にある酒場に行ってみようかなと。そば、うどん、あ、これお食事屋さんができたのかな。お弁当していきます。入っていきます。すごい、まあ、軽くね、一杯飲んでいきましょう。ありがとうございます。じゃあお帰り入れましょうか。あ、でもやっぱあれですね、甘みが結構強いっていうかね。そうですね。ね、結構人気なんですか？いや、人気そこまで、まあでもジンが好きな人にとっては結構みんな知ってるけど、そうじゃない人はあんまり。ジャパニーズドライジン、ね。そう。で、まあクラフトジン、まあ少量生産っていう。でしかも日本酒メーカーが作ってる。いやもうそのまんまロックで飲んだりとか、もう全然ソーダで割ったり、ソーダで割ったり、まあ、ジントニックとかにしてもいいんだけど、ジントニックしたら普段、まあ、うちがボンベイっていうジンを使うんだけど、それが辛口ないよね、はい、でこれはすごい優しいで香りもいいし、ふわーっていうジントニックが飲めます。なるほど。すごい、あのピンクが一番最上級で、青があるんかな、が一般的な。これ季節限定とかじゃなくて、いやいや、もうこう通常で、あ、通常で。あとウイスキーもこの酒蔵作っとって、ウイスキーもこうあっさりして美味しかった。やっぱ日本酒だけじゃなくて、やっぱりそのいろんな人にニーズに合わせてっていう。そう、あの法律が変わって、その日本酒メーカーは蒸留できんかったよね。蒸留、まあ。はい、で金貨って醸造の日本酒しか作らなかったのが、法律が変わって蒸留できるようになったら、焼酎を作り始めて、まあ、ジンも作ったりウイスキーも作ったり、いろんなことをしだして選択肢が増えたわけですね。 それも最近の話ですか？そう、何年前だろう、3、4年、もっと前かな。大変ごちそうさまでした。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。ありがとうございます。待ってきますね。失礼します。というわけでちょっと帰りますね。ちょっとあの電車が、快晴で早くなっちゃったので、それではありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございます。またよかったら
今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。